包丁ね、横にスライドさせていく。今度はね、これね、裏おろしって言ってね、この戻りガツオ。ガツオさばいて、まあお刺身と、たたきと、あと、まあおつまみと、あとね、まあこれどっちにしろ食べきらないんで、食べきらなかった分はね、ツナ、シーチキン、シーチキンに、していこうかと思います。まあ、カツオっていうのはね、鱗がないと思われてるんですけど、まあ、このね、ゼーゴのラインと、あとね、この辺にね、結構硬い鱗がついてるんで、最初にね、これを外してからさばいていきますよ、と。まあね、包丁でこんな風にね、こう擦ってあげると、こうやって取れていくんで。で、カツオっていうのはね、これね、なんで鱗がないかっていうと、まあ、おそらくは早く泳ぐために、こうね、水の抵抗を少なくするためにこう鱗が進化してこういう形になったんだろうなんて言われてますね。だからカツオもあのマグロと一緒でね、泳ぎ続けてないとあの死んじゃう、あの止まると呼吸ができなくて死んじゃうっていうタイプの魚なんで、だからまあね、早く泳ぐためのこの、まあ、進化なんだろうと言われてますね。こういう感じでね、硬い鱗がついてるんで、これ包丁で外していきますよと。カツオっていうのはね、このね、ヒレがこうピタッとしまえるようになってて、まあここにね、背中にもこういうヒレがあるんですけど、こうピタッとくっつくと、もうほとんどね、こう見えない、触ってもわかんないぐらいのね、しまえるようになってるっていう。だからほんとそれだけね、早く泳げるようにね、体が進化しているんであろうと言われてますね。で、カツオっていうのはまあこのね、日本の周り太平洋側で主に取れるんですけど、あの太平洋側を回遊してて、初ガツオっていうね、だから5月6月あたりに取れるカツオっていうのは脂が乗ってなくて、これがどんどんあの上に上っていくんですよ。で、秋口になるとそこからね、また下に下ってくるっていうのが、まあカツオの特徴というか。で、だから初ガツオっていうのはこの時期のね、この5月6月の時期の初ガツオっていうのは脂が乗ってなくてね、すごいさっぱりとしたカツオで、まあこれはこれでね、美味しいですし、あとは秋口のね、この戻りガツオ。戻りガツオっていうのは身にしっかり脂が乗って、で、下ってくるんで、それはなんか秋口のね、カツオの味っていう形で。まあ、どっちが美味しいかね、もう完全に好みっていう感じですかね。で、まあこうやってね、結構ヒレの際まで鱗がしっかりついてるんで、こうやって外していきますよ、と。まあ背中側取ったら、ここのね、お腹側にも、こういう感じで鱗がついてるんで、ここも外しておきますと。ちなみにね、これ青魚とかね、まあ魚って大体あのお腹側が白くて、で背中側って青っぽいじゃないですか。これはね、この海の中でこうやって泳いでる時に、まあ当然ね、上から見た時は海の中って暗いんで、こっち側は黒っぽい、だから上から見た時に見えなくなってるんですよ。で、下から見ると、今度下から見るとね、太陽が差し込んできて明るいから下からも見えづらくなってるっていうんですかね。今度光と重なってね、こっちの銀色の方が見えづらいからっていう理由で、だから大体魚っていうのは背中側が青くてお腹側が白いっていう、そういう色のつき方をしてますかね。深海魚、例えばキンメダイとかね、キンキとかノドグロとか、ああいう魚が赤いのはなんで赤いのかっていうと、深海ってね、赤い光がね、入り込まないんですよ。だから深海だと赤い方が目立たないから赤い色してるって言われてますかね。あとね、カツオっていうのはね、高知県のイメージが結構強いと思うんですけど、豊洲はね、意外とね、高知県産のカツオってね、入ってこなくて、豊洲でね、よく見かけるのは、まあ、千葉県産とか、あとは気仙沼とか鹿児島とか、あと和歌山なんかが多い気がしますね。で、まあこんな感じでね、ここの鱗、硬い鱗が取れたら、今度は頭落としていきますよと。で、まあ頭落とすときはね、まずね、ここね、お腹のヒレのところからこういう角度で、包丁を入れてあげて、で、今度頭を落としていきますよと。頭はこういった感じでね、ちょっと斜めに入れてあげると、まあこの頭側に残る
肉が少なくて済むのかなと。でね、カツオってね結構骨が硬いんで、あ、まあそこだけね注意しておろしてくださいと。結構ね力入れないと骨が切れないんですけど、ただカツオって身の方は結構柔らかいんですよ。なんであんまりねこう身には負荷を加えず骨をうまいこと切っていくっていうイメージですかね。頭の骨を落としたら今度ねこうお腹裂いてで内臓出しますよと。でね、カツオとかはね結構ねこの血が出るんでね、だからば結構ね水をしっかり使いながら下ろしていってくださいと。で、まあ、内臓抜いたらねここにね血合いがあるんで軽く包丁入れてで水で洗ってくださいと。頭を落としてね内臓洗ったら、こっち側の身はね普通にね三枚おろしですね、まあ、これなるべくねこの骨の際を狙ってあげてでさばいていってくださいと。お腹と背中に包丁入ったらあとはこの身をね中骨のところから、切りますよと。このね尻尾の方は結構筋っぽくて食べられないんでここで落としちゃって、カツオとかサワラとかサバとかこのね身が柔らかい魚はあまりね乱暴に扱うと身が割れちゃうんですよ。なんでまあこのね身を取るときはこう両手でしっかりお腹と背中を押さえてあげてこう開くと、比較的ね身が割れずにこう身を取ることができますよと。半身ね下ろせたら今度は反対側の身を下ろしていきますと。こっち側の身反対側の身を下ろすときは今度はねこれね裏おろしって言ってね、普通の魚はこうやってこっから包丁入れるんですけど、サバだとかカツオだとかねこういう身が割れやすい魚はこっちから包丁入れておろしていきます。こうやってねここに包丁入れてでね、なるべくねこの上の骨にねこうしっかり包丁が当たるようにしておろしてあげると身のロスが少なく綺麗におろせますよと。今度、身を返してあげてお腹側にも包丁入れていきますと。最後ね、まあこれね人によってなんですけど、結構ね市場の人なんかはこうやって持ったままピッとね身を外しちゃうんですよね。僕はまあこうやって置いて身を外すんですけど、まあこれねなんかおろしやすい方でいいのかなとは思いますね。こうやって、反対側もさばけますよと。カツオをおろして、こういった状態になったらここねこの真ん中に、血合いがあるんでここでね半分に切ってで、まあお刺身にしていきますよと。半分にするとこっちお腹と背中と分かれるんですけど、初ガツオはねこのお腹の脂を楽しむわけではないんで、例えばお腹の方が刺身に向いてるとか背中の方がいいとかねそういうのはね特には僕はね気にしてないですかね。でまあお刺身にねするんですけどちょっと扱いづらいんでここ一旦半分に割ってしまって、カツオっていうのはねここの色が変わってる部分が血合いなんですよ。でまあこの部分がね好きな人は好きなんですけど、僕はね結構血の味がして苦手なんで刺身にするときは、この部分取っちゃいますね。血合い磨くとこういった状態になるんですけど、普段ねお刺身作るときはここの皮を
引いてからお刺身にしてるじゃないですか。カツオの場合はね、皮がね結構薄いんで、なので皮引かずにこうやって切りながらね皮を落として、お刺身にしていきますと。でまあどうやってやるのかっていうと、まずはねこうやってそのまま包丁入れて、で皮のところからこう包丁ね横にスライドさせていくと、こういった感じでね、こう分かりますかね、こっち側にこういうねここに皮が残って、身だけねこう切り出せますよっていう、まあまずはまっすぐねバスッと真下に包丁入れて、でこの皮に当たったと思ったらこう包丁を横にスライドさせていくっていうイメージですかね。結構ね白身なんかでもね人によってはこういう切り方する人もいるかなという。カツオとかねマグロなんかはこういう皮目に結構強い筋が残ってるんですよ。なんでまあこの筋は、皮の方にね残してあげると、まあ、食感のいいお刺身になるのではないかと思いますね。まあこんな感じでね切っていけばカツオのお刺身できるのではないかなと思いますね。カツオお刺身でね食べるときはこの血の香りが強いじゃないですか。なんでまあなるべくねこう薬味を多めに持ってあげるのがいいんではないかとは思いますね。まあ一番ね代表的なのは、まあ、生姜だとかこれね青ネギ、あとは、まあ、こういうね大葉だとかいわゆる薬味というものを、まあ、多めにね、まあ、お刺身に添えてあげると、まあ、食べやすいお刺身になるんではないかとは思いますかね。あとニンニクなんか添えてももちろん美味しいですね、まあ、すりおろしてもいいし、あとはねスライスしてもいいしっていう形ですかね。この辺はね好みで、まあ、お召し上がりくださいと。はい、こんな感じでカツオのお刺身完成です。はい、まあ、こんな感じでね、自家製のツナの完成でございます。皮目は皮がどうしても硬いんで、ちょっとね強めに炙ってあげてって形ですね。食べるラー油ちょっと昔流行ったじゃないですか。これね結構入れてあげて、で和えてあげると家でね食べてたりすると余りが出るんで、この余りをどうするかっていうのを、まあ、紹介しようかと